みんなオタ活してる。どうも、ただのオタクことアクニャンです。韓国旅行に行く人とかオタクをしに旅行に行く人とかが参考になるような動画を作っていきたいと思います。そしてですね、カメラを新しく変えたんですね。これめちゃくちゃすごいんですよ。こうするとここにちゃんと合うんですよ。で、僕はボケてるみたいな、ほら、うわーすごい。ずっとやりたくて美容系 YouTuber がよくやるカメラを買ったんですよ。なんとお値段8万円です。返してパッキング動画のために8万円もかけたっていうね。キャリーケース今回結構大きいんですけど、 LCC っていう安い飛行機の場合、でっかいキャリケだと追加で料金を払わなくちゃいけなくなったりするんですけど、これはねそんなことなくて、でかいやつだと詰めれば詰めるほど重くなるじゃないですか。重くなればなるほどこれまた料金が発生してしまうので、あまりでかいのは選ばない方がいいのかなと思います。自分のが分かるようにこうちゃんとステッカーを貼ってね。けどね、やっぱ白だと汚れるね。これすごい汚れるのよ。持ってく服はこのままの1着です。オタクをずっとやってると洋服を買ったりとか食べ物を食べたりとかしなくなって、オタクばっかするようになっちゃうので、そうするとあれ昨日と同じ服じゃんって推しに思われるわけですよ。でそれ嫌じゃないですか。で強制的に服を買うようになるっていう。韓国はオタ活とかが例えば6時とかに終わったとしても、お店自体は11時とかまでやってるので全然余裕で買いに行けるので、服は持っていかないようにしています。あと下着類なんですけど、下着類はもう捨てようと思ってるものをいつも持ってきます。向こうに行ったら捨てちゃうんですよ、使ったら。でそうすると帰りの時の荷物が減るので、もうなんかこれいらないなみたいな下着をあえて持って行って向こうに捨ててくる。化粧ポーチは目薬とか、あとこういうリップ類っていうのはすぐ出せるように小分けでいつも持ってってます。めちゃくちゃ乾燥してるんですよ、本当に。で、あとスキンケア類なんですけど、もうめちゃくちゃめんどくさくて持ってくの。例えば僕だったらイプサのやつなんですけど、これ化粧水と乳液どっちも兼ね備えてるので、あとメイク落としも旅行先ってお風呂入るのとかもだるくなるし、そもそも湯船とかないから、シャワーしかないから向こうって、こういう液体系とプラスそのままねパックにもできるってやつで、ホテルとかってめちゃくちゃ乾燥するじゃないですか。液体とコットンだけで行ってます。念のためパックとかも持ってってます。これイニスフリーの韓国で買ったやつなんですけど、また韓国に持ってくっていうなんか逆輸入みたいな。ジップロックとかに詰めて中とかで液だれした時でも大丈夫なようにしてください。本当にね、粗いんだよこのキャリケの扱い方が。僕今までキャリケ2個壊してて、全部その飛行機の移動で壊れてるんですよ。どんどん出てくるじゃないですか、お寿司のカウンターみたいなところから。自分のが出てきた瞬間にタイヤがぶち壊れてんの。え、待って待ってみたいな。これさ、今成田から家までどうやって持ち帰るのこれみたいな。もうね、タイヤがね取れた状態で出てきたりとかしてて、友達もマッコリがキャリケの中で大爆発したらしくって、服とか全部マッコリの匂いになったって言ってたので、もう液だれは本当にする前提でちゃんとジップロックに詰めて持って行ってください。と言いつつね、ジップロックがないので今ちょっとこれに詰めちゃいますけど、ヘアアイロンだけ持って行ってるんですね。あ、こうやってやんなきゃいけないのか。あ、おーすごい。サロニアっていうところのやつで、ボタニストってあるじゃないですか、シャンプー。あそこの会社のやつなので、なんかいい感じじゃねと思って買ってて、これね海外対応してるんですよ確か、電圧的に。あとはね、思い出に残すようにインスタントカメラ見返した時にね、あ、こんなの撮ってたんだとか、あと撮ってる最中にもうこれどうやって映ってんだろうな、現像したらどんな感じなんだろうなみたいな、すごい楽しみになるので旅先には持って行ってます。でもほとんど撮るのを忘れて、結局ね成田空港でしか撮ってなかった、この前も。空港でね思い立ったように撮っただけっていう。で、ここからはオタ活グッズになるんですけど、これレターセット入れになってます。便箋とかね、シールちゃんたちをねめちゃくちゃ大量に入れててね、あと付箋紙ね。韓国って付箋をねサイン会の時に使うので、これ付箋紙とかを一式すべてもうこの中に入れちゃってるんですね。で、これ何がいいかって、テーブルがなくてもこの上で書けるんですよ。これめちゃくちゃ重要ですよね。あと飛行機の中でなんかいろいろ書かなきゃいけないんですね、ボールペンで。そういう文房具類をもうまとめてこの箱の中に入れてます。あとこれです。これ知ってますか？300円ショップで売ってるやつなんですけど、こういう板系のペンライトあるじゃないですか。これって割れちゃうんですって。これを保護するために今こういうペンライト用の入れ物があってね、中がちょっと柔らかい素材になってるんですよ。韓国って認証があるんですね。例えば音楽番組っていろんなグループが出るんですけど、その時に自分がどのグループのファンかっていうのをちゃんと示さないといけないんですね。防弾少年団が出るから見に行きたいって言って、他のグループのファンのふりをする人がいるんですよ。そういう時にペンライトをちゃんと持ってないとダメとか、あとその買った CD を持ってないとダメっていう証明をするためのものなんです、これが。だから韓国に行く時は必ず推しのペンライトを一応持って行ってください。あと替えの電池とかもこの中に入れられる。
カメラちゃん、これ取り外せるんですけど、携帯をはめるんですね。静止画で推しを撮りつつ、この動画では動いてる推しを撮れるので、あのダブルで撮るっていうね、クソ気持ち悪いことをするっていう、これがね、あのスタンダードになってます。広いところを撮れるレンズも持っていくので、2つ持ってきます。でこれは先ほども言ったようにキャリティに詰めると多分ぶち壊れるので、リュックにいつもこのまま入れてます。めっちゃ重いです。そしてですね、あと SD カード、僕がサイン会で話してる時は基本的に他の人に撮ってもらうんですね。でも友達と番号が近い時って撮ってもらえないんですよ、友達に。で僕は前回はあの現地の韓国人の方に、あの初めましてみたいな感じで言って、お願いします、撮ってくださいっていう感じで撮ってもらったんですけど、その時にですね、あの SD カードを渡すんですね。オタクの人のカメラで撮ってもらって、撮り終わったらこの SD カード自体を返してもらうっていうやり方をするので、で怖いので予備として友達にも撮ってもらったり、そこの現地にいる人にも撮ってもらったりとかするんで、それぞれに渡して自分がサイン会終わったら返してもらうと。あとね、これね、これ一気に携帯に画質が落ちない状態で送れるので、これに挿していつもその場で iPhone に送ってます。はい、そしてここからはですね、金銭面なんですけど、お財布をなくした時でも大丈夫なようにこっちにもお金を分けていつも保管してます。でこれはもうキャリケにずっと入れとくと。重要なのはこの袋は絶対にダサい方がいいです。これブランド物とかにすると盗まれることがあるので、これなんかダサいじゃん、だってなんかこれいやおしゃれと思って作ったらごめんなさいんですけど。あと知っててほしいのが、まず日本円を持ってるじゃないですか。でこれをウォンにしたいってなった時に、日本の空港でやるとめちゃくちゃレートが悪いんですね。例えば1万円出しても8000円分ぐらいしか返ってこないんですね。でこれが韓国の空港、韓国に着くとレートが上がるんですよ。だから多分1万円出しても9000円ぐらいで戻ってきたりとか。でさらに韓国の街中まで行くともっとレートが良くなるんですね。だから日本で両替するのは損が大きいです。ただ言葉が通じるっていうのはめちゃくちゃでかいと思うんです。だから僕も損するって分かってたんですけど、初めての韓国旅行はやっぱ日本でお金を借りていきました。まあ、ただね、初日とかで使う金額って2万円ぐらいとかだと思うので、使ったとしても2万円分だけ日本で借りていって、残りは韓国の街中で買えることをおすすめします。そしてパスポートなんですが、こんだけパッキングやってますけど、重要なのはお金とパスポートです。これさえあれば OK、 最悪なくてもお金があれば買えるから、現地でパスポート入れを用意してください。これだけ持ってるとね、隠したりとかね、入れてた記憶になっちゃってね、入れてなかったりとかするんですけど、これがあるとちょっとインパクトが生まれるので、ポケットがついてるんですよ。チケット入れたりとか半券入れたりとか便利かなと思います。日本みたいにスイカみたいなのがあって、それをね、韓国では T マニーカードって言うんですね。これ可愛くないですか？キャラクターとコラボしてるんですよ。容量は一緒です。改札でチャージして使うものになります。駅では売ってないんですよ。コンビニで買ってほしいんですね。置いてある種類が違うんですよ。僕これ3店舗目でやっと見つけた欲しいやつだったんですけど、なんとですね、じゃじゃん、これ僕が撮った写真なんですが、推しのスイカが作れるんですよ。なんかね、自動販売機みたいなところがあって、日本語にして多分30秒ぐらいあれば作れるんですよ。本での駅にあるので、ぜひ探してみてください。あ、待って、ちょっと1個重要なのあったわ。コンセントの穴の形が違うんですね。これに対応してるホテルもあるんだけど、韓国だとね、ここが丸いやつなので、これをね、そのまま刺せないんですね。ホテルによっては1個までこの変圧器を貸してくれるんですけど、もうずっとなんかホテルのロビーでなんか iPhone、ウォール、壁、なんかうんうんみたいな感じで、ずっとなんかうんできないみたいな、なんかほんとピコ太郎みたいな状態になってて、うんって言っちゃったんですけど、だからね、あの事前に Amazon とかで調べると出てくるので、うんってしてください。僕はですね、5泊6日で韓国に行ってくるんですけど、まあ、この時期ですね、いろんな情勢があったりとかして危険なんじゃないかみたいなのもあると思うんですけど、大使館とかデモがやってるところには近づかない方がいいよっていうのは聞いたので、それを守りつつすごい楽しめたらいいなと思います。韓国でのオタ活の様子とか後ほどまた動画にあげるので、ぜひチャンネル登録をして待ってていただけたらなと思います。なんかパッキング動画面白くなるか分かんないけど見たいですかっていう風に皆さんにインスタで聞いたんですよ。そしたらみんな見たいって言ったので、責任取っていいねしてください。いいねだけはあの皆さん責任を取ってお願いします。そしてコメントの方は全部読んでるので、ぜひコメントもしてください。コメント、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんも推しとお幸せに。バイバーイ。